きこまり吸血鬼のモンモン第8話に対するネットの感想、反応を紹介します。全裸空間じゃねえか。スペース裸隊は。別のアニメが始まったかと思った。てかまたオープニング飛ばされそうや飛ばされなかったわ。トランザムライザーか。随分ロマンチック領域を展開したな。こまり、メモある？寺こまりと何か関係が？こまりって結構メジャーな名前なのか？こまりとか日本でそれなりにいそう。殺した相手の記憶を操作する。殺した相手か、ま、格が機能しないと使えない技か。本当に悲しい過去。お母さんお父さんお姉ちゃんの殺され方エグすぎる。あの家族に救いはないんですか？サクナはどのタイミングで家族がもう死んでるって分かったんだろうか。目の前で寝具で殺されてるから死んでるのは最初から分かってたのでは。生き返らせる方法を人質にされて従ってただけで、そんでもってそんな方法はない。目の前で寝具で殺されてるから死んでるのは最初から分かってたのでは。でも前々回でサクナ家族を殺されてもいいのかって電話で脅迫されてた気が。今の疑似家族のヘルデウス消すってことでしょ。今までも疑似家族殺され続けた。岩見真中はなぜこんなにも曇らされるのか。お前が姉になるんだよ。お姉ちゃんかとか行が深い。でもお母さんかを願うとか他に作品でもあるな。姉を名乗るやつはよくいるけど姉を強要してくるやつは初めて見た。こまりは私の姉になってくれたかもしれない女性だ。俺がお姉ちゃんだ。さすが寺こまり様。姉を名乗る光のもの初めて見た。こまり様は女を落とす天才か。スケコマし吸血鬼のモンモン。ユリ空間に邪魔者が来た。ユリの間に割って入るおっさん、万死に値する。悪そうな見た目のやつが見た目通り悪なの逆に珍しいな。ギャグじゃなく美少女が目に青タン作るアニメってかなりレアでは。寝具かま格外じゃなければ死なないし回復するからヨナもすごいよね。その流血しすぎなんだよ。相変わらず美少女キャラにも容赦ないアニメだな。サクナちゃんを抱きしめるコマリ様は尊かったが、本意されたら負けるようなアイテム与えるなよ。サクナちゃん殺して記憶修正が能力でいいのよね。強さ的にはなんか副作用ある薬使わないとそんなでもない。真っ向勝負じゃあんま強くないけど隠密としてはこれほどまでに便利なもんもねえ。それに奇襲ならワンパンで腹貫通の破壊力持ちだからな。回想でもサクナメモはある普通に強かったよね。まあ普通に七具点だし。いい位置に飛んだな。サクナちゃんよく言ってやるじゃないか。組織への反逆しびれたわ。ここで勝っちゃうとコマリちゃんの活躍の場がなくなるから見せ場まで用意するレズの鏡。先輩テロリストのありがたいアドバイス。コマリンの初めての吸血、コマリンに血が足りないって言われて吸血されたい気持ちよさそう。白髪貧乳ロリになった。スーパーコマリ様。身勝手の極意。謝ったら許してくれるんだ。許すまでやめない展開をおっさん相手にやられても。白いコマリン。色変わるのか。コマリちゃん第三形態戦闘力はいくつかな。種族でタイプが変わるのか。なんだと。氷魔法まで。腕が僕の王の力が。ギャグとシリアスの塩梅もだけど、作画も頑張るところとそうでないとこの落差がすごい。気持ちよいくらいボコボコにされてて笑う。いや逃げるのかよ。ザマータイムです。部下全部に仕掛けてあったのか。エグい能力してるぜ。中継されてるのにベラベラ喋ったおじさん、組織大丈夫なの？来ちゃった。まだ謝ってなかったもんな。いえ、お前には言うべきことがあるだろう。謝らなかったけど判断は誤ったというわけですな。おっさん心は強かったな。ただアホなだけだと思う。スーパーテラコマリ人強かった。一応コマリの劣化解放はバーサーカーみたいに周りが全て攻撃対象になるわけではないのね。コマリの劣化解放はいくつか違う効果があるからな。血を吸った種族によって形態が変わるって言ってたけど、ビルとサクナって種族違うの？どっちも吸血鬼だと思ってた。サクナは総力種の血が入ってるクォーターだから。へえ、混血ね。ビルの血とサクナの血で髪色の変化は分かったけど他は何が違うんだろうか。吸血鬼の血、魔力がすごく上がる。総力の血、体が頑丈になって氷とかヒールとか使える。ぶっちゃけ吸血鬼と総力はあんま変わらん。どっちもパンチで吹っ飛ばしてるし。サクナは吸血鬼と総力種のハーフだから、純粋な総力種の血を吸った場合はもうちょい別の付加効果があるかもしれない。スーパーコマリン無双は想定通りだが、サクナもボロボロになりながら派手にバトルして、しかも様になってたのに驚いた。ミリセントや親衛隊の部下がそういうキャラ付けなんだと思ってたが、こいつら基本的に戦闘狂の種族なんだな。私は従うしかないのとか言いながら、裏では着々と構成員を殺して裏切る準備をしてるサクナ。
コマ作の間に入ってボコボコにしたらドーピングしたサクナにボコられました。とどめ刺されるところでサクナに副作用が発動したのでボコボコにしました。サクナによって覚醒したコマリンにボコられたので逃げました。逃げた先で部下たちに滅多刺しにされたので返り討ちにしましたが満身創痍になりました。追ってきたコマリンに殺されました。惨めすぎる。コマちゃん、あのおっさんの居場所どうやって知ったのか。今回は持続時間長かったね。そして殺された時は死ぬかと思いましたってなんだよ。殺しちゃってごめんなさいが普通に成立する世界。殺しちゃってごめんなさいはとんでもねえサイコかヤンデレのセリフなのよ。とんでもねえサイコでヤンデレだわあいつ。サクナに関しては皇帝の思惑によるところが大きいと思うけど、世間からの同情の声が多かったのも一因じゃなかったっけ。一応無罪方面ではなく罰は与えられるし。よくわかんねえけど、いかついおっさんも仁義で殺さないとまた生き返るんでしょ。なんか解決したの？これ考える。おっさんもミリセントと同じく逮捕されるんじゃね。解放されるかは知らんが。神父はイカれてるから聞かなかったんだろうな。神父さん普通に怪しいだけだった。ハイターみたい。マジモンの成人だった。俺も可愛い子がパパにしてこようとしてきたら受け入れる。メイドに比べると扱いが優しすぎない？あいつは直接セクハラするけどサクナはしてこないから。早くサクナ部屋から出てってくんねえかなって思いながらリンゴの皮剥いてたんだろうな。サクナちゃんは可愛くて良い子だからそりゃ許されちゃうよね。罰なら任せろってコマリちゃんの罰はサクナちゃんにとって全部ご褒美だぞ。目の前で寝取られた。ユリ NTR が味わえるとは。メイドさん涙目で可愛い。可愛い、もっと泣いてほしい。ビルは不憫な方が可愛いね。サクコマ始まったな、だメイドの目の前で。3P でいいんやで。逆さ突き抜けたからサクナはもうコマリ様のストーカー行為はしないんだよね。いや。例の T シャツが出てこないと少々物足りないな。あんなの毎回出されても困る。あと最後あのおっさんは困りに復活できない殺され方した。おっさんがやられる場所ってゲラールか共和国の逆さ突きアジトだから、そもそもムルナイト帝国の魔核の効果範囲外で、死んだらそのまま死ぬはずだったような。うやむやにされましたわ。4位の雑魚じゃん。最下位誰？そら稲田のおっさん。先に死んだ順とかじゃないんだ。ダンのスコア順では。ああそういやそんなこと言ってたな。キルスコアだとフレイテ殺したサクナとおっさん殺したコマリンで争った感じになるのか。ポイント制でどれだけ殺したかの競い合いだから、爆発して殺しまくったコマリが圧倒的でサクナはフレイテ殺したから2位。変態仮面は0位。コマリンはそれ以外にも多数巻き込んでるからスコア勝負にもなってない。コマリ様は今回中継があったから血を飲んだ時に自分に何が起きているかは録画で自己認識できるのかな。あとさすがに戦略兵器並みに破壊力だけはあるのは周知されたんか。うさんくささそうな集団。敵がイケボのおっさん揃いすぎる。さあ次は水着会だ。多分ちょっとだけだが。次のエピソードヒロインはネリアちゃん。海、水着、ビルヘイズ。特番だと？で、来週は特番でお休みか。今回は作がカロリー高かったししゃあないわな。晩作つきたか。そういや新エピソード突入するたびに特番やってるな。若手の強いの揃いだな。これはちゃんと予定された特番だな。あらかじめ決まってたなら晩作とは違うのかな。トモリル以外の4人がコマリ様のアヘ顔 T シャツ着てきたら絶対服。今回の動画いかがでしたでしょうか。白コマリ様強すぎワロタ。血を吸った種族によって形態が変わるとのことだけど、他の種族とか形態が出るのだろうか。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。